映画アンを探しての宮平孝子です。私は現在2010年4月21日から沖縄を出発して全国47都道府県を縦断して映画を PR するアンを探してと行く7000キロの旅に出ています。今日6月26日はアン旅66日目茨城県土浦の地産院土浦亜美からお送りしています。でももう7000キロどころか9000キロを超えていてですね、おそらく旅が終わる頃には1万7000、まあ、少なくとも1万7000キロの旅になっているんじゃないかなって思ってます。でもこの旅の甲斐があって39県を訪れたほとんどの県で上映が決まってます。なのできっと多分この映像を見ているあなたの故郷でもアンを探して上映されると思いますので、詳しくは公式ホームページをご覧ください。現在は、広島バルトイレブン、そして愛媛県のシネマルナティック、岡山県のシネマクレールで上映中です。シネマクレールとシネマルナティックは、7月2日までの上映となりますので、ぜひお見逃しなく。ほぼ毎日旅の様子と、あと映画館巡りの様子をブログにアップしております。ぜひご覧ください。さてですね、とても好評いただいているプリンスエドワード州政府観光局さんからのプレゼント、映画を見ると2011年のプリンスエドワードの旅が当たるキャンペーンなんですけれども、さらに豪華プレゼントが増えました。アン旅を応援するおはようショップビバさんからプリンスエドワード島の優しい食べ物3点セットが計3名様に当たります。3点セットの1つ目は大大使さんのプリンスエドワード島で採れた非遺伝子組み換え菜種仕様の圧搾製法によるキャノーラオイルです。2つ目はノンカフェインで妊婦さんにも優しいタンポポコーヒー。3つ目は、島の有機栽培のフルーツを贅沢に使ったプリンスエドワード島のジャムになります。この豪華3点セットが3名様に当たります。次に、株式会社ビーンズさんからもアンファンには嬉しい極と魔極のミニチュア陶器セットも当たります。アンシリーズにも出てくるこの極と魔極、多分アン好きなら説明はいらないと思うんですけれども、これも計3名様に当たります。応募方法は簡単です。まずホームページであなたの町の最寄りのアンを探してを上映する劇場をチェックしてください。そしてその劇場でアンを探してを見て、その鑑賞後の判決を切り取って完成ハガキに添付して必要事項を記入し、こちらの宛先まで送ってください。ホール上映などにも適用されますので、ぜひ皆さん映画を見てご応募ください。アンを探しては公式ツイッターアカウントもあります。7月末まで続くアン旅中にですね、ツイッターをフォローしていただくと、フォロワー限定のプレゼント情報も発信してますので、ぜひツイッターに登録してフォローしてください。アンを探してチームからのお知らせでした。バイバイ。